作ったよ、ちゃんと全部。で、これが出てくる。これは、これね。でも、カリーヤだったね。オンカレじゃなかった。出た。リベンジしてきた。ゆうちゃんいらっしゃい。タリランカいらっしゃい。ゆうちゃん見てないよね。これ、さっき。食ったよ、ちゃんと全部。で、これが出てくる。これは、これね。でも、カリーヤだったね。オンカレじゃなかった。完食しました。で、これ、天ぷらうどん完食しました。きつねうどんか。で、これは、これね、手袋の自販機で買いました、今。手袋の自販機。外観を見てない人もいるんでね。こんな感じですね。本会じゃなかった。油断落ちてる、よくわかったね。飛んだ。でも俺一番カレーよりもこっちの方が衝撃だったな。まあ、聖地なのかな。まあ、聖地って言われる場所がいっぱいあるからね。あ、和骨いらっしゃい。上の方が俺は衝撃だったよ。メーカー品なんだ、ちゃんと。そりゃそうだよ、ね、だって600円もするんだよ、これ。こんなんで。これね、2セット入ってるんで、これリア凸した中で希望者に1セットプレゼントします。高いのかね、やっぱり俺、こういうの買ったことないからさ、値段の基準がわからないんだ。どうって、来てよ、ショックまで。絶対利用価値ないです。出た。とりあえず瓶買っとくか。アンチケット、アンチのプレゼント。それな。マジでそれ超考えたわ。これ100円だ。前100円じゃなかった気がする。何がいいかな。コーラと、ジンジャーと、アイシン。何がいい？いらっしゃい。東洋町？東洋町？あ、そう、高知行きますよ。行くけど、自販機は行かないかな。タリラン君がなんか、積極的に早いんだよ。でもね、この前、ハイシー飲んだんですよ。群馬の時。だから、ちょっと、今回、コーラで行こうか。安定のこのちょっと瓶が汚れてる感。コーラ横からなんかね転がってきた。これだよね。お、来た。まさかの瓶。確かにうまい。瓶だとうまく感じる、確かに。いっぱいだよ。なんかこう散らかしてるんだけど、俺一人で。捨てた方がいいかな。ね、カレー。まあ見て見れなかった人は TS で見てください。カレーのね、出てきたとこは。俺もう一個やらなきゃいけないことがあるんだよね、ここで。あ、勝たしてってね、今放送中にやるかやらないかってことね。
か見栄えが、お客さん来ちゃったらあれかなと思って知らんかりすぎ言うな。え、これがあるんですよ。いなくていいね。いたらこんなことできないよ。多分もう放送30分で切ってる。夢買おうかなと思って。2つあるんだよね。1回だけね。1回チャレンジだけで何回かやっちゃうとちょっとつまんなくなっちゃうから。なんで、意外とほとんど売り切れてるんだよ、これ。YouTuber、確かに YouTuber よくこういうのやってるよね。意外と売り切れ多いんだよね。補充してないんだろうけど。でもこれさ、乗ってるものがさ、別に、なんか、良さげなものないんだよ。光るサングラスとかないの？なんで、欲しそうなものがまずここにないもん。もやもやサマーズ。何それ。テレビ見ないから分かんないけど。LED メガネ希望。LED メガネいいね。ちょっと待って。一気に飲んだら。腕来た。さっき聞いた人もいるんだけど。これ知ってる？あ、ブラッド・ピットさんいらっしゃい。金ちゃん焼きそば知らなかったんだけど。今日はね、徳島ですよ。わざわざ。まさかの。お、ゆったんいらっしゃい。こいつのために徳島まで来ましたよ。え、金ちゃんヌードルの焼きそばってそんなにあれなの？もう知らないよ。これ関東売ってる？あ、でも復刻版って書いてある。昔ってことか。さっきまで有名な女性旅セーブ氏がいたのに。さっきまで？そうなの？どこに？徳島に？徳島の人はね、リアトツ手袋をプレゼントしてますね。ね、600円の手袋。あ、半分だから300円。お土産言ったらこれでいいじゃん。とりあえず、ちょっと、これやろう。これ千円札入るのかな？飲み込まれるとかよく YouTuber がやってない？何市場になんか登録しないで。何登録したのそれ。野球でも使えます。すげえお金持ちやんで。日吉市の道の駅で車中発してるはず。やれ。市場わらわらわら。え、何これ。スマホでもなんて書いてあるの。ちょっと読めなかった。スマホでも一回でやめときな。そうな。まあ、マジで一回でやめるよ。なんか何回かやっちゃうと面白くないじゃん。これ一回でやんないと。まあ、YouTuber の人たちは何回かやってるけどさ。カレーあるんや。そうそう、カレーあってるんですよ。レトルトは日本でここしかないと思う。LED 出してね。わら。手袋もありますよ、手袋。あそこにね。さっき買った手袋。日本懐かしい自販機大全って、これ本でしょ？本？俺この本持ってるよ。多分。なんか見たことある、この、タイトル。ゲームセンター併設
あ、そう、ゲーセンね、さっきまで開いてたんだけども、一回下見に来た時開いてたんだけど、今もう真っ暗。終わっちゃった。アンチのプレゼント楽しみ、わら。行きますか。どうせこれはね、どうせ俺、誰かさんにこれはプレゼントになるんであろう。夢の扉を開いてください。夢の扉を開きますかね。エロ本確かにある意味激アツ。行きますか。ゲーセンね、さっきから誰もいなかったよ、ここ。ここマジで人がいない。てか車の通りもない。え、これどうやって入れんの。あっ、来た。5分の1です。どこがいい。GS とか欲しい？外れあるの、わら。いや、外れしかないんじゃないの。これちょっとさ、場所点滅が。ゴミだけリスナーに渡します。 LED メガネ。ちょっとゆえちゃん、ゆえちゃん選んで、これどこがいい。もう人に責任をなしつけるタイプなんで。左上、ね、左上って何。左上ってこれ、これこれいい、これ左上打ち直さなくていいよ。こっち一番左上、これいい。これさ、他の客が来たら超恥ずかしいよね。今これいけますよね。これでいいですか。なんか電波が1しかないけど大丈夫。これ止まってない。いきます。 OK。 キッ。お、なんかでかい音がしたよ。なんか夢の扉を開けますか。あ、カズさんいらっしゃい。今ね、徳島県の阿波市です。音でかかったよ、なんか。え、これどうやって開けるの。開かないよ。え、待って、どこにあるのこれ。どうやって開くのこれ。なんで開くのこれ。あ、めっちゃ重い。なんかある、ここに。軽い軽いよ、軽い。本当に軽いよ。中に1万円札が入ってないか。来ました。軽い夢が掴まれましたよ。なんだろうな、確実にメガネではないですね、この軽さからして。マジでそこで開封する？出ましたこれ。もうなんか、もうなんかさ、もうしょぼい感が満載なんだけど。心霊スポットはね、ガチなとこはあんま行かないです。あ、雑談メインです。心霊スポットで雑談してただけだね。最近はあんまりやってないかな。今回たまにちょっと休みが取れたから。開けちゃっていいの？家の枠で開けてもさ、もう我慢できないもん、これ。我慢できない。多分ね、みんな見たいから、これ、多分。おかしないもの？ブラジャーの音は？何だと思いますか？はよ、開けろ。引っ張るわ、引っ張る。あと15があるから。赤文字で流れちゃったんだけど。
ズさん、カズさん、広告ありがとうございます。何これ？え、まず何？え？しかもさ、これ2つ入ってるの全く意味ない、関係ないのこれ。ラジオセットじゃない。でも、もう落とさない。じゃないだろこれ。これぼやけてる。ピンと仕事して。なんだぼやけてる。くだらなすぎていらねえマジそれな。ちょっと2位とかやめてよ。何？なんかスマホとか。スマホとかやるやつかな。ホラーじゃない。欲しい？じゃあちょっと苦しんじゃう、早く会いに来てよ、あげるよ、プレゼントしますよこれ。マジでいらねえマジでいらねえって書いてある。まだこれはいいと思う。え、これなんなちなみにタイトルゲットナビです。スマホのゲームやるときの持つやつだね。ポケモン。スライド。え、ターゲットへまっすぐ一発ヒットだって。何でしょう、モンストみたいなやつ。ポケモン？輪ゴム飛ばすやつ W。 輪ゴム？え、何これ最新なら、あ、そういうこと？あ、これポケモンのあれ？なんとかボール、モンスターボール？え、これこうやって持って、ポンってやるってこと？まっすぐ。あ、そういうこと？そんな商品あんの？すげえな、こんなの売ってんの今、むしろ。なるほど、謎のシルエットが W、わら。謎のシルエットって何？何がある？メイドインジャパン W、わら。あ、これ？わろた。何が楽しいの W、わら。メイドインジャパン？いらねえ。やべえ、ちょっと笑っちゃった。笑っちゃったよ。ちなみにこれ作ってんのね、見えないでしょうけど多分ブレてね、制作してんのがね、俺の地元埼玉県ですね。はい、埼玉県で作ってますね。これ埼玉県で作ったものをわざわざ徳島でゲットしました。もう一回もうやんないよ。そっか、まっすぐ、確かに俺も最初やった時投げらんなかったよ。埼玉で作ったやつが埼玉に戻って、ね、埼玉県蕨市中央なんとかデザインワーク。車が来た。車が来たんでそろそろちょっと移動しようか。自販機だけのか。埼玉はくだらんことを考える。確かにそこは否定できません。まあ、俺みたいのがいるからね。わらびは日本一面積の小さい市です。製造会社に四国で買いましたって以降、わら面積の小さい市です。わらび、あ、そうなの。詳しいね。ですか、すげえ雑学だな、それ。知らなかった、埼玉県なの。製造会社に四国で買いましたっていうの、これ、当てましたね。
中身だけ土を取って、このリアトスプレゼントだね、これも。リアトスプレゼント多すぎるな。出たよ、いきなり。いきなりアンチ米しか打たなかったのが、いきなり米出した。うちに住んでるの？瓶どこに捨てるんだ？あと何分？9分？記録を取るか。コーラの瓶も持って帰ろう。コーラの瓶持って帰らないよ。客さんが来ちゃったからね。これここか。ちなみにこれでスマホ固定してました。ドンキで500円だった。意外といいよ。俺車ここに止めてないんだ。そういえば三河さんって何？知らないんだけど。何三河さん？瓶再利用だっけ？なんか。あの人うどん買ってた。なんだこれ。完全的にもうどこ置いたか分かんないし。え？きっとね、なんかいくら俺は今までトイレ配信をしてきたけど、ここはちょっと汚すぎて一歩踏み出せなかった。車はね、違うんだよ。近くにねコンビニあって、コンビニの駐車場で俺寝てたんだ。ここ人がもっといっぱい来るかなと思って意外と来なかった。全然ここに止めちゃえばよかった。とりあえずここは帰るね。もう残り歩いて帰るんで、もう二度と来ないだろうけど、行く機会がある人いたら行ってみてください。コインスナックダウイデービングわら。コインスナック、確かにゲームセンターも閉まっちゃった。ホテルに泊まらないよ。あれ東北配信してた時来たっけ。東北10日間ぐらい配信してて1回しか泊まってない。お寺で車中泊まり希望わら。お寺？お寺で車中泊はしないから。いや次の日朝温泉に入りたいから道の駅行きますよ、これから。ちなみに、あれ、兵庫の温泉で50分寝て、さっきファミマで1時間寝たから、まあ1時間50分しか寝てないんで、俺、今日。シャワーは浴びたいな。シャワー浴びたいね。そう、だから温泉付きの車中泊だけど、一応、温泉は道の駅とかで入りたい。四国今日1日いますよ、夜中まで。一人なら車でいいな。そうそう、
一人は気楽でね、車でいいよね。今日ね、リスナーさんと会う予定があるんで、今日一日四国、俺予定決めてないんで、その人に任せてるんで、何があるのかわかんない。もう俺でも若くないからさ、気持ちは動いてるんだけど、こうやってなんか後でガタが来そうだよね。全然楽しいから、みんなこうやってやってて、やっぱね、ストレス発散になるんですよ、いろいろ。めったに旅なんて行けないから。なんかタイヤがめっちゃしてた。タイヤ置き場みたいになってる。いや、とりあえず徳島の高速を通行止めにしないでほしい。あ、自治体道とかわかんねえから、これ。わかった。ヤマさんが言ってたよ、クルムボーってわらわら。何が無謀？旅？京都で車中泊した？なんかカズさんだっけ？俺ツイートでなんか。どっかここら辺のあれ行きましたよみたいな、俺返せてないけど、なんかみんなツイッターでいろいろ書いてくれてて全部読んでますんで、ちょっとね、寝ないで運転してたりしててあまり返信できてないけど、ツイートありがとうございます。あ、そうそう、播磨屋橋ね。そこ俺が明日会う人、明日じゃない、今日会う人の家の近くですよ、多分。聞いたことあったから俺それ。そうね、路面電車ね。あと3分ですね、ちょっと。今日一日長かったな。そうなんだよね、車中泊もね、別に、ちゃんと寝るスペースと物があれば。赤い橋なんだ。今日四国丸一日いるのは、その一緒に会う人に全部任せてるんで、何するか俺わかんないけど。で、明日帰る時に京都行って、自販機行って、夜空は綺麗じゃないの。一気に四国は無理だった。杉役四国になってるけど、しないよ。明日は四国でどっか、その子と一緒に配信します、多分夜。で、明後日は朝、自販機京都行って、で、夜にまた帰り道にイルミネーションで菜花の里ってとこに、有名なとこに行ってイルミネーションで配信します。夜空はそんな綺麗じゃない、でも晴れてるね。星はそんなに出てないかな。室戸岬ね。マジで今日俺何するかわかんないんだよね。完全にお任せモード。お寺巡りはしないんで、リスナーはね、男の子ですよ。男性の方です。まあ、ここにいる人はほとんど知ってるんだけど。今いないけどね。私は女の子です。あ、コミュニティ参加ありがとうございます。ここね、ここのファミマの駐車場でさっき1時間寝てた。車だ。よく走ったな、この車。まあ、なんだ、私は男の子ですとか。コミ教えてください。俺も教えてください。いや、もう廃車にしないでしょう。30秒ですね。今日、多分この後、某〇〇さんがやると思うんで、皆さん、俺は寝ちゃってるかもしれないけど、ごめんね。お疲れ様でした。また、あと2日間頑張るね。見に来たら、見に来れたら来てください。じゃんねん。バイバイ。おやすみ。いい夢見ろよ。